で変わった NPO の事業業とその後、北原さんです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、紹介ありがとうございます。ワードプレス導入で変わった NPO のウェブ運用とその後ということで、今日は進めさせていただけたらなというふうに思ってます。で今日なんですけども、30分ぐらいということで非常に時間短いんですが、NPO のサイトにワードプレスを導入したきっかけと、活用事例を少しと、であと複数サイトを運用しているので一括管理のコンソールサービスを少し紹介させていただけたらなと思っています。であとよく使っているプラグインをざっと紹介させていただいて、で実際ワードプレス導入してから起こっている NPO での新しいサービスでの結果とかそのあたりの話を、できたらなというふうに思っています。よろしくお願いします。で自己紹介なんですけど、北角と言います。ワードキャンプ神戸2013からずっと実行委員をさせてもらってまして、あと他の、オープンソース系だとマーケティングオートメーションのマウティックツールがあるんですけれども、それの大阪のオーガナイズをさせてもらってます。で、僕が今まで何をしてきたかということなんですけど、非常に古い年代から入ってますが、1986年に整備士になろうと思って免許を取りまして、2級整備士になってます。ただ整備士の仕事を一切せずですね、アパレルの方に勤務しまして肩パッドが入ってるのばっかり売ってました。バフルの時代です。でその後 PC の販売員ということで、PC98 とか88とかを販売しながら、90年過ぎたぐらいからマッキントッシュの担当をずっとさせてもらってまして、 Mac がそれから触るようになってます。で当時はテキスト通信というのが非常に主流でして、ニフティバンとかそういうパソコン通信というのがあったんですけど、GUI の通信ホストをカナダから引っ張ってきて、日本で立ち上げようということで立ち上げメンバーに入らせてもらったりですね、95年ぐらいからウェブを作ったり、あといろんなプロバイダーさんの、当時あったオンラインサインアップ CD というものをたくさん作らせてもらったりしてました。そうする中でウェブのディレクションであったり、動画の制作であったりということをさせてもらってまして、ワードプレスについては2011年、東日本大震災の復興支援活動がきっかけで、CMS を入れようということで、最終的にワードプレスを選んだという形になってます。で、今は神戸にある会社でガイアシステムという会社で IT マーケティング部で所属してまして、あと NPO 法人ユナイテッドアースというところで IT 系の全般的な担当をさせてもらうというような感じです。で、NPO の方でワードプレス導入のきっかけなんですけれども、そちらの方に行きたいんですが、小さな NPO とかでよくウェブ運用に求められる要件というのがありまして、これは中小企業でも非常に一緒だと思うんですけど、まず安いこと、コストが低いことと操作が簡単なことと、であと作った人じゃないと改定できないっていうのはやっぱり非常に困るので、非属人化ということは求められています。あとできるだけ早くしてくださいというようなものがやっぱり多くてですね、単納期のものが非常に求められるなということで、で、そういうふうなことで考えると、ある程度やっぱりメジャーで有名なシステム、技術で運用できる仕組みっていうのが一般的に、適しているのではないかなということで、NPO に何を導入するかということをこの辺りを中心に考えてきました。で、サイト構築の当時に考えてた優先順位としてやっぱり単納期というのはもう期限が迫っているので、どうしても、そうなってくると最初から CMS の設計なんかしてる場合じゃないということがあったりすることが非常に多かったです。静的サイトでとにかくサイトを作って、で後から CMS 導入しようということで、その NPO の方ではそういうふうな取り組みをしてきました。なんかなりましたね今、はい。で、ワードプレスを導入した理由はさっき言ったところなんですけど、とにかくオープンソースで無料でまず、着手することができるということと、非常に利用ユーザーが大きい、シェアが大きいということで、これはもう信頼感であったり安心感になるなということで説得力がありました。あと3番が非常に大きくてですね、ワードプレスについては学べる場がすごく多いと、これ全国のコミュニティであったり、ワードベンチなんかの勉強会なんかもありますけれども、その数が多いので、ワードプレスを導入しても、後から困ることはそんなないんじゃないかなと、いうことで、ワードプレスを選びました。あとはとにかくプラグインが非常に多いので、
何か新しい機能が欲しいという時も、すぐに機能拡張しやすいということでワードプレスを導入していっています。ちなみに今この中でワードプレスを使って運用しているって方は何人ぐらいいらっしゃるんですか？ほぼほぼの方そうですね。まだ使ってないという方はいらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。どちらかというとすごくもうよく使っている方に関しては分かっている話というのが非常に多いと思いますけれども、このまま進めさせていただきます。はい、で、ですね、この辺はさっきちょっとお話ししたような流れで NPO を立ち上げた時は週1回程度の更新で済んでたようなものが、東日本大震災の復興支援で現場からの情報を被災地から届けるということで更新頻度が非常に上がりまして、そのあたりから CMS の導入に切り替えています。で、一番最初は静的 HTML を書き出す CMS を導入してたんですけども、どうしても最初の、ニーズにあった安いというところからサーバーも非常にもう200円ぐらいのサーバーを使ったりですね、してたりしまして、記事が増えると静的 HTML が書き出せなくなってきたんですね。で、そこでもうワードプレスに切り替えて、せっかくだからサーバーを変えてということで移行していくようになってます。で、実際の活用事例の方なんですけれども、私たちの NPO は本部は神戸にあるんですけど、東京と、宮城と九州にもあります。今災害復興支援ということで、支援用のサイトというのを作るんですけども、うちの NPO の名前でサイトを作っても、リアルタイムに検索引っかからないので地域ごとにサイトを作るような形になっています。例えば東日本だとその支援している町の名前のウェブを作って、それも支援しているサイトだよということで作っていくんですが、支援地域が増えるとどんどんサイトが増えていくんですね。なのでサイトがこうどんどん多くなってきて運用の方も結構大変だという感じです。で、イベントに関しても一緒で、ある程度シンポジウムで名前が付くような冠が付くようなものはシンポジウム名でドメイン取ったりするので、このサイトがどんどん増えていっちゃうということです。あと、災害支援以外の活動をしていますので、そのあたりもどん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 サイトが増えてくるということで、多サイトの運営ということになってきています。なんか形的にはこんな感じですね。動画の YouTube チャンネルの発信なんかも我々の方がやってますので、それとの連携というのがあります。で、実際に災害復興支援サイトを立ち上げるときなんですが、素早く立ち上げるというニーズがあるのと、であと現地のスタッフが誰でも運営できるようにということで、とにかくシンプルな作りにしてほしいという要望が非常にあってですね、そうなってくるとワードプレス のブログ型のテーマだと非常に簡単で、現地のスタッフでもすぐに、覚えてくれるので、非常にいいなということで、使っています。例えばなんですが、これ左側が、宮城県の南三陸町の復興応援なんですけれども、これは2011年の、6月ぐらいに立ち上げてそのままずっと運用しているような感じです。で、これも、現地に入ってくれてる、ボランティアが延べ3万5000人ぐらい来てくれたんですけれども、1日だけ来るボランティアもいます。で、そういった人もすぐに、簡単なマニュアルを見れば更新できるような仕組みにしています。で、右の方が熊本の復興応援プロジェクトなんですけれども、同じような形で、ブロック形式で立ち上げて、で、あと熊本の翌年ですね、北九州の方の、水害がありまして朝倉の方の支援に行ったんですけれども、それも同じフォーマットとテーマですぐに、連絡取って1日で立ち上げてみたいなことを、やってます。なので割と緊急性の高い、サイト制作が必要ということで、こういう手法を取っています。あとは、寄付とか募金の受け付けですね、そういうふうな運用もしています。一番上はちょっと台湾のこの前の地震のやつが出てますけれども、一つ一つの募金の受け付けをカスタム投稿で作って、で、いつまでっていう締め切り日とかを、ちょっとファンクションズ PHP の方に書いて、管理画面の方であと何日っていうのが全部出るようにして、誰でもこう日付管理ができるような運用の方をしてます。ちょっと画面を見ようと思ったんですが、さっきうまくつながらなかったので、その辺ちょっと今日は割愛させていただきます。
で、さっきちょっとお話しさせていただいたように、この色のついてるところっていうのはある程度の期間で終了することが多くてですね、どんどんサイトはできるんですけど、終了していくっていうことでただ単にワードプレスのサイトが増えていくと非常に困るので、更新が終わると全部静的化してとにかくメンテナンスを下げます。で、支援活動の終了後やっぱり、ずっとプラグインの更新とかワードプレスの更新っていうのをやっていくっていうのは数が増えると非常に大変ですので、更新漏れなんかがあるとセキュリティ問題なんか出てきますので、うちの場合は今公式のプラグインで無料でスタティックテストがありますけれども、それで全部静的化して、で Amazon Web Service AWS の S3 あとクラウドフロントを連携させて静的サイトで公開してそのまま置いておくという形をとって、ワードプレスとしてのサイトを残さないというような方法で運用しています。で、そのようにこう複数サイトの運用なんですけども、ですね、ジェットパックというプラグインがあるんですけれども、ジェットパックというプラグインだとワードプレス .com というワードプレスの、オートマティック社がやってる、ホスティングではないですね、どっちかというとアメブロみたいな感じで借りて作れるようなものなんですが、そちらのアカウントがあれば複数サイトのプラグインの管理が非常にしやすいです。で、ただですね、それだとプラグインの管理はできるんですけど、各サイトのここはですね、ワードプレスの本体のバージョンが今ちゃんと上がってるのかどうかってチェックがないので、ちょっと違うのが必要ということで違うものを使ってます。今使ってるのはマネージ WP というサイトを使ってるんですけれども、これはAWS でワードプレスの網元というサービスをされているデジタルキューブの古賀さんに2年ぐらい前に教えてもらったんですが、非常に便利な一括コンソールサービスです。今30か40ぐらい登録してるんですけれども、これぐらいの最速ドドッと登録できてですね、無料で使えるサービスです。で、これちっちゃくて見づらいんですが、真ん中あたりに数字が並んでまして、プラグインが今0になってます。で、その右に3って書いてあるのがテーマですね。で、その右0って書いてあるのがワードプレスって書いてるんですけど、ここがコアか、ワードプレスの翻訳になってます。で、数があるとたまにコアがうまくアップデートできてないとか何か問題があると非常に怖いので、ここで全部チェックするようにしてまして、ちょっとデモをしてないので分かりにくいと思うんですが、プラグインのところに数が出るとどのプラグインが何サイト分、あるよという数字が出まして、数字を押すと今度はサイト名が一覧で全部出ます。なので全部一気に上げると怖い場合、何か、要注意で事前にテストをした方がいいサイトはそこのチェックを外して更新かけて、そのサイトだけはメンテナンスしながらやるというふうなことができるので非常に便利です。で、このマネージ WP なんですけども、プラグインで無料でマネージ WP ウォーカーというのがあって、これをサイトに入れて、マネージ WP のコンソールの方と連携するという形になってます。なのでこのプラグインを必ず入れる必要があるんですけれども、和風を設定している場合ですね、サーバー上にアタックされることを警戒して WAF というのを設定することが今多いんですけども、WAF の方から除外するホワイトリストというのがあってですね、そこにマネージ WP の IP アドレスを登録してから解除する必要があるので、ホワイトリストが作成できないのはサーバーの WAF ではちょっと使えないということで、多分桜さんとかは今 WAF はホワイトリストが作れないので、そういう場合はちょっと違う手法でジェットパック何かで管理されるのがいいかと思います。で、今実際にサイト運営でよく使っているプラグインなんですけども、非常にちょっと数多く書いてありまして、ある程度ちょっと飛ばしながらになるかと思うんですが、ショーカレントテンプレートというのは開発非常に使っています。右上の画像がそれになるんですけれども、今表示しているページでどのプラグインをどのテーマファイルを使っているか、テンプレートを使っているかというのが出るので、ページを改定するときにどのテンプレートを触ればいいかというのがこれで一覧で出ますので非常に便利です。で、次に運営的にはデュプリケートポストですね、これ右下の画像をつけてるんですけれども、投稿、それから固定ページ、あとフォームなんかもそうですね、対応しています。同じ形のものを複製して記事に書いたりすると思いますので、このプラグインも結構必須じゃないかなと思います。
あとはタイニー MC アドバンスドですね。これは投稿画面の編集ボタンを増やしてくれるので、記事が非常に書きやすいかと思います。であと、アドクイックタグ、多分 A は大文字だったと思うんですが、小文字ぶちちゃってですね、よく使うタグを登録できるので非常に便利なんですけど、これもあのタイニー MC アドバンスドと一緒で、記事作成の、投稿画面に編集ボタンとしてついてくれるので、よくあの記事なんかで文章の下に、目立たせたいところにアンダーラインつけたりとかするところでスパンタグとかつけると思うんですけど、そういったものを登録していると非常に便利で、普通、うちのスタッフなんかも、目立たせたいとかこのボタンを押してねって言うとすぐにやってくれるようになるので非常に便利です。あと、ですね、セキュリティ的にはサイトガード WP プラグイン、これは国産の、セキュリティのプラグインです。画像認証でひらがながログイン画面に出てきたりしますので、海外からのアタックにも強いんじゃないかなと思って使ってます。あと管理ツールとしてはジェットパックはさっきちょっと言ったので、はしょりたいなと思うんですけども、右下のキャッシュですね、これは最近よく使ってまして、 WP ファステストキャッシュですね。で他有名なキャッシュいろいろあるんですけれども、このプラグインは後で、外したりするときも非常に影響が少ないです。停止すると設定でもクリアされたりしますし、 HT アクセスの方に一部書き込みをしていくんですけれども、それも消えてくれたりしますので、なんかあんまり、そのあたりの詳しくない方はこのプラグインがいいんじゃないかなと思います。あとカスタム投稿関連はもう普通に皆さんが使っているようなカスタムポストタイプ UI、 カスタム投稿タイプを追加編集できるもの と、あとカスタムフィールドを作るのにスマートカスタムフィールドっていうのを使ってまして、これは繰り返しフィールドを対応してくれているので、海外のやつで繰り返しフィールドを対応させようと思うと結構有料のやつが多いんですけども、これは無料で対応してくれるのでこれを使っています。あとはツールセットタイプスというので、これはカスタム投稿もカスタムタクソノミーもカスタムフィールドも全部1プラグインで管理してくれるんで非常に便利なんですけど、今年バージョン3が出まして、ここからちょっと全部有料でサポートするということに切り替わっているので、ちょっと使い方を考えたいなと思ってます。でフォームに関してはコンタクトフォーム7ですね、これはもうアクティブインストールが昨日時点で500万超えてます。一番多いんじゃないかなと思います。でその次に MWWP フォームというフォームなんですけども、コンタクトフォームは標準で確認画面がついてないです。もう送信してすぐ終わりっていう感じなので、日本の場合は割と管理画面を置いて、完了画面みたいなニーズが多いので、そういう時は MWWP フォームを使うようにしています。あとは Google マップの設置でシンプルマップです。こちらはGoogle が一昨年ぐらいから動いている API キーを認証しっかり入れれるので、簡単にこれでショートコードで Google の地図を出したりします。で、ですね、あとはコンテンツ系で What's New Generator これはショートコードで新着の一覧を表示してくれるやつです。何件表示するとかの設定もすぐできて、で付けたいページにショートコードで貼るだけなので、非常に簡単です。ただサムネイルは付けてくれないので、普通に何月何日、カテゴリーが何でタイトルが何みたいな一覧を出してくれると思います。でその下が、VKO Win1 エクスパンジョンユニットということで、今隣で、登壇されている石川さんが作られているプラグインです。よくあるのヘッダーがあって、メインビジュアルがあって、その下に3つ PR がついたりですね、するようなものの対応であったり、あとは CTA の複数の設定で、コールトゥアクションですかね、画面の下の方に誘導するための広告みたいなのを複数設定できたりとか、あと関連記事とかのウィジェットなんか数が多くてですね、非常に多機能です。であとその次はチャイルドページショートコードですけれども、固定ページに個ページを作ることがワードプレスできますけれども、その個ページに関してショートコードで個ページ自身を固定ページの中にリスト表示してくれるというやつで、レスポンシブの対応しているので、簡単に個ページリストみたいなのができて、なんかカテゴリー一覧みたいなのが作れます。
で、あと引っ越しとかでよく使うんですが、バックアップ系でオールインワン WP マイグレーション、これはもうデータベースにアクセスできないようなサービスのサーバーとか契約されているときは非常に便利だと思います。データベースを引っ越しの時に抜くことができないんですけど、これだと全部1ファイルで全部がっつり落としてくれるの で、で引っ越し先にもこのプラグインを入れてるともうリストアするだけで、サイトの再現ができます。それとあとはちょっと細かいですけどタンクですね、フェイププラグインナブ XP ってやつで、テンプレートとか、まあ、テーマですね、パンクズついてないテーマもたまにあります。その時はもうこれでショートコードがペタッと貼ったり、あとテンプレートにタグ埋めるだけで綺麗に出てくれるので非常に便利だと思います。はい、あとは最近これがニーズがあってよく使ってるんですけれども、 HTML エディターシンタックスハイライターというやつで、管理画面の投稿のビジュアルじゃなくてテキストの方ですね、の HTML をこう見やすくしてくれるもので、タグの閉じ忘れとかもちゃんとチェックで、表示してくれます。なのでこれだったら一目見るとどこを改定していいのかっていうのも担当者に伝えやすいので、これは最近よく使ってます。はい、あとは あんまり、私はやりたくないんですが、ワードプレスのこのサイトの中にこのページだけ LP にしてくれみたいな話がよくありまして、その時はエレメンターページビルダーを入れて、使ってます。これはちょっと色が薄くて分かりにくいんですけども、全部 GUI でページが作成できまして、ここのセクションは3カラムでいくよ、下は2カラムでいいよみたいなのを並べて、で、左のメニューでああいうメニューがたくさんあるんですけども、ドラッグ&ドロップでどんどん見出しを入れたり写真を入れたり、することができます。で、デスクトップ用とでタブレット用とスマートフォン用とのレイアウトの切り替えが全部ついてて、設定も全部変えれるので、スマートフォン用の、見せ方とデスクトップ用の見せ方っていうのも切り替えしながら、これですぐにこう発信することができるというようなものです。WordPress 5.0 から次グーテンベルクが乗るんだろうという話があって、グーテンベルクも同じように GUI でできるようになっているんですけれども、まだ単体の機能としてはこちらの方が非常に多いかなと思っています。で、グーテンベルグと混在させても今のところ問題ない確認はできているのでいいんじゃないかなと思います。はい、で、その他サーバー選定とかそのあたりちょっと注意することなんですけど、うちの場合はなんかいろんなNPO での活動するときに取材が入ったりすることがあって、予想外のトラフィックが増えることがあるんですね。であらかじめそれが分かっているサイトに関してはできるだけスケールアップが対応可能なインフラを提案するようにしています。AWS であったり Zenlogic さんであったり WPX であったり、あとはアミノトのワードプレスマネージドホスティングとかだと、連絡するとすぐスケールアップしてくれて、今日と明日だけお願いしますということもできるので、一時的なアクセスでサイトが止まるということはないと思います。で、あとは正しい情報をとにかく掴んでおかないと、ワードプレスの情報を非常にネット上にパッてですね、使ってはいけないような情報もたくさんあるので、でもどれが正しいかなんか見てても分かんないんですよね。なのでそういうのに詳しい人であったり、そういうことを一緒に勉強するような人たちと常に新しい情報を交換するっていうのはすごい大事かなというふうに思ってまして、でそこでもらった情報をもとに、NPO のスタッフに伝えたり、勝手に、変なことしないようにとかですね、変なテーマを使ったり変なプラグインを使ったりとかしないようにということを徹底するようにしています。特にサイトで何か問題があると、NPO なんか特にそうなんですけど、非営利で何かをやってるところが何か問題を起こしたみたいになると非常に辛いことになるので、企業みたいにカバーできることができないことがあるので、この辺が徹底しています。で、この場合は地域コミュニティのワードベンチが非常にあちこちで開催されているので、関西でも大阪、京都、神戸で、あと奈良も、不定期ですが、
ありますので、そういうのに参加しながらいろんな情報をもらってます、でただやっぱりコミュニティなんで、そこでもらった情報っていうのは自分の責任範囲で活用するということだけ、は必要だと思います。誰々に聞いたことが実はちょっと違っててうまくいかなかったというのは誰もそれは責任取ってくれないので、その辺は自己責任で、いいんじゃないかなと思います。あとはさっきちょっと話しましたね、この辺は変なテーマとかをダウンロードしないということです。あとは、テーマそのものもそれを直接カスタマイズするんじゃなくて、固テーマという作り方があるので、ワードプレスで作られる場合は、独自のテーマを作るよりも固テーマを作る方が安心じゃないかなと思ってます。僕も最初はオリジナルテーマをずっと作ってたんですけれども、ワードプレスのアップデートであったり、なんかそのあたりで対応しないようなものを埋め込んでたりすると自分で全部アップデートしていかないといけないですね。それは非常につらいので、公式ディレクトリの方に上がってる公式のテーマを使って、それを元にして固テーマを作るということをしておくと、親のテーマがなんか飛んじゃいましたね。親のテーマが改定されて、そっちがセキュリティ対応してくれたり全部アップデートしてくれるので、非常にいいんじゃないかなと思います。で実際によく使っているテーマなんですけど、幅切りっていうテーマですね。これはブートストラップ3ベースです。あとライトニング、これもブートストラップ3のベースですね。で最近ブートストラップ4の、ニーズがあるのでアンダーストラップというものを使ってます。だいたいこの3つぐらいでやっておくと、ブートストラップ知ってる、触れるフロントエンジニアの方非常に多いので何かあっても引き継げたり対応するということができるので、こういうのを親テーマにしておくサイトを作ってます。はい。でここもさっきお話したことと一緒なので、とにかく、親テーマでしっかりしたものを使うということと、アップデートをしっかり忘れずにやって、安心して使っていくのがいいんじゃないかなと思います。でプラグインなんですけども、アクティブインストール数というのが公式ディレクトリで、はい、見れるんですけども、数がとにかく多いものと、あと更新頻度が、頻繁にやってるというか、最近更新されてるものっていうのは非常に安心できると思いますので、で2年とか3年経ってると上に警告が出ますから、そういうものはちょっと使わない方がいいんじゃないかなと思います。で実際にワードプレス導入してからもう何年か経つんですけども、その辺のお話です。さっきお話したような一個のテーマでそれを使い回しながらいろんな地域のサイトを作るとか、そういうふうな同一レイアウトのサイトの量産が非常にしやすくなって助かってます。であと現地のスタッフがそういうふうなウェブとかに関わってなかったんですけども、サイトが運営できるようになりました。これは非常に大きかったです。でスタッフも入れ替わり立ち替わりで、ね、いろんな人がやるんですけども、人数が増えていくと、そのウェブでもっとこんなことしたいとかあんなことしたいという発想が広がってですね、全部自分ごとになっていくので新しいサービスが増えました。これはちょっと4年前3年前かな、東北のメンバーからなんですが、ワードプレスでとにかく東北の仕事情報、住居情報、現地の様子、人口流出が激しい東北の支援に役立てたいということなんですけど、ワードプレスを使ってやりたいという話が担当者から出てきまして、これは実際それまでウェブとか全然触ってなくて全部人にお願いするようなメンバーだったんですけども、自分でやりたいということで、その支援サービスを立ち上げをしました。でこれ東北 iTown というサイトなんですけれども、ですね、ちょっと見づらいんですが、仕事の情報があったりで、真ん中あたりは東北で生活するとこれぐらいの生活費で済んじゃうよとかですね、東京と比べるとこう違うよっていう情報を出してたり、あとは現地の最新のコラムがあったりで、シェアハウスとか、あと住めるような他の、空いている家とかその辺の住居情報を出してます。これは今東北のメンバーが全部情報発信してくれているんですけれども、先ほどの発想でワードプレスで進めてます。でこれ進めてからなんですが、もう130名以上の方がお試し移住っていうのをしてくれてまして、だいたい3日から1週間ぐらい移住体験ができるんですけれども、でそこから移住定住者がもう20名超えました。でこのサイトがさっき言ってたような、行き過ぎた、
そうですね、テレビとかワールドビジネスサテライトとか取り上げられて、一時的にやっぱりテレビとかやると10分15分だけガッとアクセス上がるんですね、その放送してる間だけで。ああいうのもちゃんとスケールアップして、ね、ないと真っ白な画面になっちゃうんだなっていうのをこのサイトでいろいろ体験させてもらいました。すでに3組か4組この中からもう現地で結婚してまして、なんか非常に嬉しい、ことになってます。でこういうのもワードプレスで、体験しながらウェブを使ってこんなことできるんじゃないかっていう発想が増えたからかなっていうふうに思ってます。はい、で最後まとめなんですけども、とにかくワードプレスの今回の導入で現地のメンバーが非常に喜んでます。サイト運営に関わることで、今まで、自分にはできなかったことが増えたということと、ウェブでもっとこんなことができるって可能性を見つけていってくれてるっていうのはすごく大きいなと思います。あと私の立場の方からですが、活発なコミュニティがとにかくワードベンチ含めて非常に多いので、情報量もワードプレスが多いですし、でその辺の運用が安心できる運用に変わったというのは非常に強みになってます。でさっき言ってたメンバーの発案で新しいサービスが立ち上がったので、地域や社会の貢献が非常に広がっています。ウェブもこういうふうな使い方していくと、何か一つずつ変えていけるんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、今後もワードプレスをいろいろ使っていろんな方と連携してですね、社会の問題解決に、取り組んでいきたいなと思っているのでよろしくお願いします。はい、以上です。で、ちょっと時間があると思いますので、もし質問とか何かあれば、あとなんかもっとアドバイスいただいたりですね、いただけたら非常にありがたいです。でそうじゃなくても、もし今日懇親会とか出られる方がいらっしゃいましたら、お気軽に声をかけていただけたらなと思います。ではありがとうございました。挙手でお願いいたします。まあ、ブログ未経験者とか非ウェブ系の人がサイト運営ができるようになったっておっしゃってましたけど、はいはい、やっぱり教育とか教育というかこう最初はやっぱりワークプレスって敷居がちょっと高いですから、はいはい、教えなきゃいけない部分ってあると思うんですけど、どうやってこう最初スタートの部分を教育というか教えていただけるんでしょうか。はいはい、ですね、現地からの情報発信の場合はほとんどもうワードプレスでいうところの投稿しか使えないようにしてます。はい、であと固定ページとかも、ビジュアルとか触られると非常に怖いので、ビジュアルを消したりとかちょっとそのあたりの工夫はしています。でユーザーでのやっぱ切り替えですね、権限の、はい、そのあたりはプラグインでやったりしてますね。で実際に使ってもらうときには、簡単な 2,3 枚ぐらいのマニュアルを作って渡してます。でそれはもう投稿画面の使い方とかなので、ワードプレスに関してはほぼ何でやっても一緒ですから、1個作っとけば、どのサービス使おうかどうしようかそれは使えるので、そういうふうな使い回し方をしてやってます。はい、画像とかを入れるって左回りにさせると、なかなか素人では分かりにくいと思うんですけど、はい、あるのも一応マニュアル化して教えてそうですね、ボタンの、はい、ビジュアルエディターで使う時のボタンの説明書きっていうのはあります、はい、で、同じように、ウェブ上にもこれワードベンチ神戸がやってましたけれども、マニュアルがあるんですよ。はい、はい、でそこにある程度そのボタンの意味とかも全部書いてるので、分からなかったらこう見ろっていうのが伝えてますね。はい、分かりました。ありがとうございます。他に質問ある方いらっしゃいませんか。あ、はい、その話に付随してなんですけど、うん、はい、現地の方の IT リテラシーって最初どれぐらいだったんですか。これはやっぱり個人差ありますよね。非常に難しい質問ですけども、本当バラバラです。もう本当にで、みんなスマホは使えるんですけどパソコン使えないんですよね。やっぱりだパソコン使える人と使えない人の差がまずあって、それはそこからの話になるんですけど、でも実際文字打ったり写真入れるだけっていうのは意外に非常に早く誰かがフォローしてくれればすぐに覚えてくれるんで、そんなにこうトラブルになったりするようなことはなかったですね。はい、あ、年齢というのもあるかもしれないですね。はい、その場合割と
ああいう災害で現地に行くボランティアのメンバーっていうのは割と若いんですよ。平日動けたりとかですね、するので、そういう意味では学生さんとは多いですね。なので結構怖がらずにやってくれます。もう一人くらいいらっしゃいますか。あ、どうぞ。あ、じゃあ私もちょっと NPO に関わることあるんですけども、これは結構 NPO との関係が全然ない。そうですよね。平原さん自身はこれに対してボランティアとして無償でやってるのか、それともある程度毎月いただいて関わっているのか。これに関しては、この NPO はNPO の立ち上げの定款出したりするのも僕がやったんですけども、全部無償でやってます。はい、仕事は別でやってるので、全然問題のないです。大体エネルギー的には結構。結構なもんですね、やっぱり。はい、あ、大丈夫です。ちょっと今の話とも関係ですけども、はい、低コストでサイト制作したりというのが始まって、ただ運用ってどうしてもやっていかなきゃいけないと思うんですよね。で、そのさっきの IT リテラシーの問題だったのもあると思うんで、そこの運用費とかってまた別途もらって、例えばサイトが静的化したら借りろみたいな、そんな感じでやられてるんでしょうか。いえいえ、ですね、一応ここのスタッフを僕もやってるので、それはボランティアスタッフ的に全部ボランティアで動いてます。でこれ最後のページで1ページちょっと飛ばしたんですけども、ワードプレスを使ってるというのが、こういうのを見るといろんな人から声かけていただいて、で別のところで作ってほしいという、うちの団体じゃなくて、別のところでとか東北の会社でとかいう話が、それはちゃんと有償で仕事でやらせていただいてます。ただうちのやつだけはちょっと無償で今のところやってます。はい、ちなみにサーバーとかどこですか。ですね、さっきの東北アイターンは網元マネージドを使ってますね。あとは、X サーバー使わせていただいたり、サクラも使ってますし、CPI さんなんかも使ってます。はい、結構その時々でなんか旬があるというか、サーバーサービスが変わっていくので、その時最適なものをなるべく選ぶようにしてます。今ちょっとサーバーの話出ましたけど、4階にスポンサーブースとして今名前が上がった桜屋さんや育三郎さんなんかも見てますので、またお時間ある時とかセッションの隙間時間にまたスポンサーブースも遊びに来てみてください。はい、それではですね、はい、桜屋さん、ありがとうございました。改めて大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。